お待ちください。現状ではあまりにも戦力差があるかと。私もこの人と共に戦います。我が力、上昇に通用するか試したい。私も戦わせてください。役者は揃ったようですね。では最後の戦いを始めましょうか。見せてください、この軍技で磨かれたあなたの力を。さあさあご覧あれ、知略の粋を集めた決戦の始まりだ。皆さん参りましょうか。我らの力、次の世代へ見せつけましょう。はっ、上昇相手にどれだけ戦えるか。だが無様な姿だけは見せられない。意気込むに見るけど、無茶はよしてね。そういう思いは俺が先にだ。そういうのも悪くね。それ意地の悪い角度のらしい罠、敵を撃つのに手段を選ぶなということね。私も遅れは取れないな。培ってきたものすべてを披露せんとしよう。さすが周囲殿、見事な攻撃だ。全身全霊で立ち向かわなければ危うい。ここは二手に分かれて進むのが定石ね。でも相手が相手だけに本陣は手薄にできない。我ら三人互いに補いつつ進もう。一瞬の隙も見せてはならない。私を駒に使うか。いい、今は従ってやる。総儀殿、手間を切り抜く。わかって、ここは一つよろしく。まずも最後の一戦、それは今だ。これは一旦退散だ。私も戦います。陸曹、君は理智に過ぎる。本当は彼らの方に加わりたかったのだろう。いえ、そんなこと。やってみせる。敵将は僕が討ち取りました。
将は僕が討ち取りました。私もあまたの戦を経験してきたが、これほど胸を躍る戦いはない。私からの最後の指令、見事耐えてみせよ。力は予想以上だ。一度体勢を整えなければな。やってみせる。なんとか手強い相手を退けた。これで一段落。まだ安心はできない。諸葛亮殿と芝居殿が残っている。無論これからが正念場だ。さあ進もう。奴らはボングではない。その策を読みせねば。よろしくない展開ね。急いで止める方法を探しましょう。おう、お前が相手か。この私に、よもや勝つ気ではあるまいな。敵将は僕が討ち取りました。
軍技で多くのことを学んだようだな。私を追い詰めるほどの器になったか。敵将は僕が討ち取りました。これぞ我が知略の神髄。その身で受け切ってみせよ。諸葛亮、貴様が最後の砦だ。いよいよ上昇の待つ本陣のみか。おじけづいているの？さっきまでの不正はどこに？私にとって上昇は憧れ、とてつもなく大きなハードルだ。いや、だからこそ私は乗り越えなければならない。待っていましたよ。最後はこの私が相手を務めましょう。やってみせる。諦めちゃダメです。僕たちは勝つ。
世代の告げ者の使命。へい。すまない。私としたことが弱気になっていたようだ。あなたのおかげで目が覚めた。最後まで戦いましょう。三人。へい。はっ。お見事です。あなたの治癒は私の予測を超えていました。今の君ならどんな困難も必ず乗り切れるだろう。まったく素晴らしいね。大した器だよあんたは。もっと誇らんかバカめが。負けた我らが惨めに思えるわ。あなたのような賞を待っていたのです。私たちの志、真に継ぐべき才を持つ者。かつて英傑たちの希望の光となった賞がいた。その者は軍技で数多の戦を経験、将としての輝きを増していった。そして軍技が終わりを迎えた頃、その輝きはひときわまばゆいものとなっていた。かの将もまた一人の英傑となったのである。かくしてかの将は新たな戦場へ旅立った。
し語り合うとしましょう。どの戦を題材にするか迷うところですね。ならば天の声を聞くがよい。天は我が議論に加わることを望んである。あんた今までどこに隠れてたんだ。では聴覚とどうぞこちらへ。あなたの経験皆の前でお話しください。天の声に応え民と共に放棄した。しかし官軍の前に惜しくも敗れ去った。そしてお前は歴史に名を刻んだのだ。愚かな敗者としてな。無礼な。官軍との勝負は紙一重。あと少しの助けがあれば我らが勝っていた。おお、そこなものよ。万事の力で我が言葉を証明するがよい。天地通れぬ戦よ。へい
い、今クソクサたちに天罰を与え、天の加護を受けるため敵地へ突撃せ。ヘイハッ、私は帝より続討伐を命じられた家臣である。孫家の者どもよ、やる気で戦え。なんだよあいつ、気に入らねえな。大将軍の命令だ。策、ここは従うほかあるまい。敵将は僕が討ち取りました。高級な天下を打ち込める。まさに、予想の時だ。所詮は我の衆、俺の相手ではない。撃ち取りました。敵の陣陥落。
き至急救援を願うとのことを。討伐し、世に平和をもたらさん。全員進め。ケイト、主神殿が動き始めたのか。我らも民を救うため戦うぞ。これ以上の狼藉は許さん。竜玄徳、神の超カラバン。敵将は僕が討ち取りました。ヘイハーベキショーは僕が討ち取りました。ハッヘッヘイヘイハッヘッヘイヘッハッヘッヘイヘイヘッヘッハッハッヘイヘイ。
りたい放題やりやがったな。やってみせる。俺がぶちのめしてくれる。我らが協力すれば賊軍を打ち破れる。そうそう、面白い男よ。後頭の虎の牙、喜んで貸すぞ。私も民のため、微力ながら尽力せん。こそ蒼天の愚者どもに天罰や。獣どもよ、思い知ったか。好天まさに立つべし。助力により好天の世はなったぞ。改めて証明されたようだな。お前一人では何もできぬということが。哀れな子羊、真実が見えぬか。ああよい、天もこの勝利を喜んでおる。おい、諸葛亮はいねえか。ちょっと頼み事があるんだけどよ。お久しぶりです。諸葛亮、おめえの力は認めてる。わしは7回捕らわれて7回許されたからな。でもよ、わしは大王、意地もある。この機会にもう一度勝負しねえか。いいでしょう。では
食軍対南中軍、もう一度七十七金と行きましょうか。へっ、嫌がるな。次こそわしがおめえを捕まえてやる番だ。お、そこのおめえ、見ねえ顔だな。一緒に諸葛亮をボコボコにしてやろうぜ。南中央は話し合いに拒絶しました。生け捕りにするしかありませんね。わしらの本陣に敵を近づけさせるな。何があっても守り抜くんだ。暴れやがって。味方の拠点が落とされたか。俺は死ぬのはごめんだ。ここは寝返るしかねえ。わしが力を示せばまた一致団結できる。奪われた拠点すぐに取り戻そうぜ。南中の戦士は皆勇敢だな。だが、やってみせる。奴の道は譲れん。おう、へい。ここが正念場。私たちの手で正気をつかむ。へい、へい。わしら家族だろうが。この兵器
南中の兵が来たら驚くでしょう。おめえらひるむんじゃねえぞ。あんなもんわしがすりつぶしてやる。まだまだこれからですよ。ぐ、やべえな。あの妙な兵器をなんとかしねえと。
も本気で参りましょう。敵将は僕が打ち取りました。わしらの団結、また強くなったな。
諸君の奴らを飲み込んでやろうぜ。この兵器、何ちゅうの兵が見たら驚くでしょう。おめえらひるむんじゃねえぞ。あんなもんわしがすりつぶしてやる。まだまだこれからですよ。ぐっ、やべえな。あの妙な兵器をなんとかしねえと。私も本気で参りましょう。
We'll be right back.
てりゃあ危ないですね。何か手を打たねば。やってみせる。やってくれたな。おめえはもうわしの家族も同然だ。鮮やかでしたよ。大王の執念と新戦力の奮闘が光りましたね。わしは今最高の気分だ。さあ飲むぞ、歌うぞ、踊るぞ。過去の名勝負の裏に名族があり、この軍議に私を呼ばぬとはどういう了見だ。諸葛亮、戦はほぼ語り尽くした。そろそろ終わりにするぞ。待て、名族が自ら出向いたのだぞ。お前たちはその誠意に応えるべきであろう。来てしまったものは仕方ありませんね。しばし炎章殿に付き合うとしましょう。Thank you.